と結婚した源田壮亮は、付き合って半年で結婚したことになる。というのも江藤は3月に乃木坂を卒業し、その年の10月に結婚しているためである。結婚後の源田は水曜日だけ、打率が異常に高かったことがある。木曜日は打率が1割台のため、水曜日に営んでいると言われていた。